害獣どもは処分しておかねえとな。援護に回ってください。精霊よ、私に力を貸してください。うまくいったようですね。
守りきれたようだな。すげえ、まるで兵隊の国だぜ。まるで法王朝強権の軍隊の見本市ですね。どうした？いえ、別に。ただ野蛮だなと。この物騒なきな臭さ、体に馴染む古巣の匂い。な、どこの軍隊がいっちゃん強えんだ？そうですね、装備を見ればチューダーなのでしょうが、動員できる兵隊の数も見なければなりません。それに団長の素質が問われますね。頼りになりそうか、兵を惜しんでくれそうか。男なら己の腕一本で成り上がるもんよ。そうそう、一人いました、カリスマ。グリフィス卿率いた傭兵団は鷹の団。百年戦争において無敗を誇り、戦乱を終結に導いた伝説の傭兵団の団長です。もう、それなら俺も知ってぜ、男の常識。そのグリフィスってのもすげえけどよ、鷹の団のなんとかっつう切り込み隊長がアホみてえにどつええのよ。なんせ一人で100人から1000人からぶった切っちまったんだからよ。しかし皮肉なことに、そのグリフィス卿と国王との確執がミッドランドが今日に至る運命の原因だとも言われています。大乱が始まろうとしていた。やがて町を包み込むだろう恐怖の霧は海より迫っていた。かあ、ダメだダメだ、話になんねえ。町中の船主に当たってみましたが、全て軍用として徴収されていて、どこも話す間もなく追い返されました。見通しが甘かったか。港にさえ着きゃなんとかなると思ってたが、どうやら今までの出たとこ勝負の旅とは勝手が違うみてえだな。あの、私に任せていただけませんか？ん？なんだよファル姉ちゃん、当てでもあんのか？まさかファルネーゼ様。ちょっと出かけてきます、セルピコ。よう、遅かったじゃん。一晩もどこほっつけ歩いてたんだよ。で、どうよ船。ファル姉ちゃんは？船は手配できました。まあ、ファルネーゼ様は、ファルネーゼ様はもうここにはお戻りにはなりません。戻らない？ファル姉ちゃんが？どういうことだよセルピコ。どうすんだよキャスカ姉ちゃんの世話係。これを。この都市の貿易商ならば、どこでもこの書状を見せれば、船一隻と必要な数の船員を手配できるはずです。当主のご息女であらせられるファルネーゼ様を当地まで無事お送りいただき、大変感謝しております。正式なお礼はまた改めて。それでは。待ってくださいセルピコさん。おい、わけぐらい話したところでバチは当たんねえだろ。私の口から申し上げることは何もありません。お前とはもう一度やってみたかったぜ。もうその理由もありません。なんだかな、あんだけ一緒に視線をくぐり抜けてきて、挙句が理由も告げずに紙切れ一枚で、はいさよならか。何か言えない事情があるのだと思います。
さっき一瞬手に触れた時、ファルネーゼさんの悲しそうな面影がよぎりました。セルピコさんの戸惑いも。人の事情に首突っ込むのは趣味じゃねえが、確かにすっきりしねえな。よし、おちびども、おめえらに頼みがある。エルフにしかできねえことだ。ファル姉ちゃんが婚約？本当なの、イバレラ？本当も本当、たった今相手を見てきたんだから。そいつと結婚すっから俺らとはもう旅はできねえってことか？逆だな。船を手配する見返りに婚約を持ちかけられた。そんなところだろ。貴族の政略結婚なんざごく当たり前のことだ。ましてやあいつは押しも押されぬ大貴族のご令嬢と来てる。で、どうすんのよ。あいつが自分で決めたことだと言いたいところだが、決まりだ。キャスカのおもりとうまい飯の代価が船一過ぎってんじゃ、どうにも割に合わねえ。海辺で私たちを襲った使い魔と同じ禍々しいオドを感じます。あんなもんがここに潜り込んだとなると急いだ方が良さそうだ。何がおっ始まろうとしてるんだ。お呼び立てして申し訳ありません。残念ですが、皆さんをファルネーゼ様に会わせるわけにはいきません。僭越ではありますが、あなたの望み、今この場にてお受けいたします。セルピコさん、いいぜ。ガッツさんまでどうしちゃったんですか？思い詰めてのことだろう。決着つくまでお前らそこを動くな。まさか本気で切り合うわけねえじゃんか。寸止めだ寸止め。この列柱の間は柱の森と呼ばれていて、間隔が通常よりも狭く、その数も膨大です。少々鬱陶しいでしょう。その体験にはあなたとは真っ当にやったところで勝てる気がしませんので、あしからず。相変わらず食えねえ野郎だ。セルピコのやつ、ガッツの兄ちゃん相手に魔法のフードもなしであんなに。どうしてこんな。やはり強い。とてつもなく。あなたと出会い旅する中で、私も少なからず変わってしまったようです。己の宿命と真っ向から切り結ぶ、豪華に身を焦がすごとき生き様に、そ知らぬ風を装いながら、私もいつしかその熱に当てられていたのかもしれません。ガッツさん、あなたはファルネーゼ様に会って、それでどうなさるおつもりですか？わからねえ。とにかく会う、そう決めた。つくづく出たとこ勝負の人ですね。つうことで行くぜ。急ぐんでな。
なあ、さっきのあれマジだったのか？マジで切り合ったのか？ああ。手抜けるほどあいつは弱くねえ。剣士ってのはそういうもんだ。確かに本気ではありましたが、暗黙の条件に乗ってくれた上でのことです。剣で果たし合いを挑んだ私には、たとえどんな不利な状況であろうと剣で応える。さっきの化け物が気になる。うずぐずしてると置いてくぞ。化け物？この町が近いうち戦場になるってことだ。ファルネーゼが危ねえ。行きましょう。私がご案内いたします。あのでしたらセルピコさん、これを。シルフェも持ち主の元に帰りたがっていたようです。海辺で切った使い魔を操っていた術者たち、あれは間違いなくクシャーンでした。もしかしたらあの襲撃は今回の戦と何か関わりがあるのかもしれません。例えばクシャーンがそうした術者を石膏や先兵として使っているのだとしたら。ガッツさん、皆さん、どうして？話は後だ。早いとこ片付けるぞ。分かってます。術者はもう見つけています。ここにはお前の親兄弟がいる。お前の見知った貴族の世界だ。ここがお前の旅の終着地か？いいえ、この石のカゴの中でようやく分かりました。ここは私の戻る場所ではない。もう昔に旅立った場所なのだと。ただ懐かしくて立ち寄ってみた、それだけです。よっしゃ、これで元通りだぜ。さあ、面倒が起きる前にずらかるとするか。終わりではないぞ。使徒告げる。要はクシャン帝国大帝ガニシか。ただいまこの場をもって異教徒どもに対し宣戦布告を申し渡す。その方らが目にした幻、それは今宵より続く終わりなき悪夢の始まりと知れ。なんだ今のでかい顔は。邪悪で巨大な魔力を感じました。あれはレイジュの館を襲った者たちと同じ人外の魔物です。使徒が王だと。あれも奴の配下の一匹なのか。この戦、奴が関わっているってことか。おい見ろよ、空が赤く。まさかクシャーンが。ここには私の肉親がいるんです。どうか。あったよ。やれやれ、とんだ慈善事業だぜ。町中混乱していてオドを読むことが困難ですが、術者の気配をかすかに感じます。こ
猫。猫じゃらしがいるか。ひるむな。引いてはならん。この地区を死守せよ。こいつらまやかしなんかじゃない。誰か助けて。援軍か。助かった。俺は仲間の援護に回る。を倒さないと終わりません。一刻も早く見つけないと。そろそろ始めるか。変なオドを感じます。何か企んでいるのかも。俺様の出番だな。任せとけ。面倒なことにはならなそうだな。
あらかた片付いたようですね。助かりました。ヨアクション帝国大帝、地上の覇王にして蹂躙者になるぞ。まずは見事と申さねばなるまい。しかしその方らはただの戦士ではない。貴様もしや我が宿敵鷹の配下の者か。そいつは一番笑えねえ冗談だ。今となっちゃふざけろ。俺は正真正銘骨の髄まで人間様だ。てめえら化け物どもと一緒にするな。そうであったか。面白い。そうか、貴様烙印を刻まれし者か。貴様に一つ提案がある。その方、世の配下に加わらぬか。この世界におけるほぼ全ての使徒が現在鷹の旗のもとに集結している。当然その中にはおるであろう。その方に烙印を刻みし者が、世は混沌のるつぼの覇者。我が愛しき織田国に手をかけし者は、たとえそれが神であろうとも怪我し犯し蹂躙する。その方の憎悪に濁りし血を我が波動の結露に注ぎ、鷹とその光に群がりし虫どもをどす黒き血の海に沈めよ。貴様の心臓はそのためだけに鼓動を刻んでおるのであろう。こいつは驚いたぜ。ゴッドハンドに立てつく使徒がいたとはな。さしずめ飼い主に噛みつく狂犬ってとこか。いいね、嫌いじゃねえぜそういうの。けどな、悪いがこちとらそんな暇じゃねえんだ。バゲモン同士の喧嘩なんぞ俺の知ったことかよ。他を当たりな。ガッツさん、よかろう。ならば我が妖獣どもの命、貴様の命をもってあがなってもらおう。すげえ、血しぶき血の海。あの甲冑の力を使わずにここまで、さすがというしかありませんね。さあ参りましょう。グズグズしているとまた敵に襲われるかもしれません。鷹に群がる虫ども、小ざかしい。気にたかりし歯虫めらが、
図が高い。焼け焦げ伏せよ。船に乗ってしまえばこちらのものです。彼らも海の上までは追ってこないでしょう。クシャーンの妖獣どもを蹴散らすことが主の命。欲望をむさぼりに来たのではない。
は全身筋肉痛だ。世は奪いし者、断じて奪われる者にあらず。世は不滅の魔王、焦げ食いるがよい。全てを奪い尽くしてくれ。世は大帝、王の中の王。この地上を最も多く踏みしだき蹂躙せし者。手のひらに這い回りし虫も同然。貴様らの目的が果たされることはない。おとなしく我が軍門に下るがよい。私はせぬ。たとえ血塗られ汚れていようと、この世界は我がものぞ。全てを奪い尽くしてくれ。蹂躙してくれ。なかったのか。立ち上がってみせろ。できぬというならし合うまでもない。
行き先くらうまで。貴様との試合、次の機に預ける。存分に血を浴び合える時が来るまでな。用は済んだ。待ち、嫌がれ。貴様らがここにいるってことは、奴もグリフィスも近くに来てるってことか。その答え聞いてどうする。そうだとしたら戦うというのか。これから乗り込み我らが主と。ならば話は別だ。たとえ貴様の足腰が立たずとも、我ら全軍をもって貴様を百の肉片に刻むまでよ。ここまでです。化け物同士の喧嘩なんて知ったことではない。そうですよね。だな。つうことだ。こっちにも用はねえ。とっとと失せな。